シリビストル、シリバヤセイビチトドリア、民族名シリビストロ、シリアエセス・ゼ・トドリアは、グルジア人のボリシェビッキ政治家、作家、ロシア語で、名は、シリビストロ、不詳は、イセイビチとも、1880年1月16日、ロシア帝国クタイス県屋根売りの国品の農家に、生まれた。1901年に、ロシア社会民主労働党に入党し、 同年から1915年までバクユで党の地下、出版局を指導した。バトゥム、モスクワ、サンクトペテルブルク、ビボルグなど、各地の党出版所で活動し、フペリオード、プロレタリー紙の1915年には、チフリスで、ブルゾーラ、カフカースキーラボーチー漁師の発行に関わる。1901年のバトゥム印刷労働者ストや1905年の、 モスクは12月放棄にも参加している。帝政時代に7回、グルジア民主共和国時代に2回の逮捕を経験している。1917年にはボリシェビキチフリス委員会及びカフカース地方委員会のメンバーにつき、同年からユーモアと風刺に特化した政治作家としての活動を始めた。1920年のコミンテルン第2回大会にも、 出席し、グルジア社会主義ソビエト共和国の成立後は1921年2月26日から6月10日まで、初代チフリス革命委員会議長を務めた。同年から翌1922年まで社会、保障人民委員、1922年に、農業人民委員、1924年から1927年まで、全グルジア中央執行委書記、 同年から1929年まで、労働人民委員、同年から1933年まで再度、全グルジア中央執行遺書記に就いた。作家としては、グルジアプロレタリア作家協会の創立者、会長として、風刺雑誌、クロコディル編集者、寄稿者となり、1930年からは、メブルゾリウグメルト氏編集者として、反宗教宣伝の先方に立った。 ソビエト連邦中央執行委メンバー、1933年2月28日から、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国中央、執行委書記ともなったが、在職中の1936年6月8日に、トビリ市で死去し、同地のムタツミンガパンテオンへ葬られた。トドリアの名は、トビリ市の通りに付けられた。しかし、トドリアの遺体は、フィリップ・マハラゼ。 未発墓屋と共に、1989年末に、フラドフの森に改装された。ありがとうございます。